はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、久しぶりにコーヒーサーバーを新調しましたんで開けていきたいと思います。はい、こちらカリタのコーヒーサーバー、耐熱ガラス製の400ジャグというものでございます。まあ、この間ね、久しぶりに均等の新しいドリッパーを開封して、まあ、ウキウキしたところなんですけれども、やっぱり新しいコーヒー器具ってなんかこうバクバクしますねこの一つのアイテムだけでもね、コーヒーライフがね輝くわけですよ。とりあえず開けていきましょうよいしょ。お、いいじゃん。あ、いいね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 、このサイズ感ちょっと思ってたより大きいかも。はい、こちら、綺麗なね、カリタ製のガラスのコーヒーサーバーでございます。まあ、ジャグっていう名前の通りね、まあ、こんな感じで結構取っ手が大きいですね。しっかり掴んで、うん、あ、指4本入るんだ。で、注ぐみたいな感じですね。これなんで僕が欲しがったかって、京都に行ってからですね、おカフェ京都さんだったかな、で確か使われてたんですよ。あのコーヒー屋さんで見て、やっぱりコーヒー屋さんで使ってるさ、プロが使ってるの見るとかっこよくてこう欲しくなるじゃんでもそういう理由でね、別に欲しがってもいいと思うのよ。うん、やっぱり趣味物をね、楽しむ上で、まあ、気分っていうか、もうモチベーションって大事だからさ、お気に入りのかっこいいコーヒー器具でね、やっぱコーヒー入れたいじゃないですか。で、これメモリとしては、ほとんどないですね。200と400が、まあ、数字で書いてはあるけれども、なんか細かくちょんちょんちょんと線が入ってるわけじゃないみたいですね。最近結構こういうコーヒーサーバー多くて、他にもね、僕が持ってるコーヒーサーバーでいうと、まあ、同じカリタだとこの辺とか、これ均等ですね。で、これも均等ですねで、これハリオですね。まあ、一応他にも出してくればいっぱいあるんだけれども、とりあえずまあこの辺で見ていくと、まあ、均等、本当に点しか打ってないし、こっちも同じくで、このカリタの昔ながらのやつは、うん、軽く100、200だけ、あ、300までか、線が入ってますね。で、細かく入ってるのはハリオくらいかな、まあ、150から始まって、うん、50刻みで入ってますね。割と最近コーヒーサーバーって全体的にこうメモリが簡略されている傾向にありますね。多分まあドリップスケールとかが流行りだしているから、サーバーでそこまで測らなくても、まあ重さで測れるじゃんっていうことなのかもしれないけどね。まあ正直僕個人的にはね、コーヒーサーバーのメモリってそこまでまあ入っていたからってデザイン性を損なうとかそういったこともないと思うし、どっちかって言ったら入ってた方がドリップスケールやキッチンスケールを使わない人もこう軽く測れるしさ、まあいいんじゃないかなと個人的にはまあ思ってるんですけどね。ただまあとはいえ、コーヒーサーバーのあのこのメモリってね、結構目安なところがあるから個体差もあったりするし、本当におおよそのまあコーヒーの量を測るっていうところでまあ使われると思うんですけど、とりあえず今回はこいつを買いました。うん、いいね、掴みやすい。これカリタの中でも結構新しめのモデルで、僕が普段特に使ってるこいつにもね、まあ、ちょっと通じるようなシンプルデザインで、洗いやすそうで、そして取っ手がプラ製じゃないから、ここのね間とかに溜まってしまう水とかも、まあ、そういう心配がないし、洗いやすく乾かしやすい、非常にいいデザインになってると思います。で、さっき散々、まあ、言っておいて、まあ、手のひら返しするようだけど、やっぱりまあメモリがないねこのシンプルデザインも、まあ、これはこれでまあいいとは思いますよ。これかっこいいと思いますよこれは好き。んでもまあこの辺にねメモリがてててててって細かく開いてても、まあそれはそれでかっこいいんじゃないかなと思ったりしますね。よし、じゃあとりあえずこれを使っていきましょう。よし、じゃあ同じくカリタ製のネクソジーで引きます。引き加減がね、うん、まあ普通に中引きくらいかな。いきます。今日は本当に久しぶりに、このドリッパーを使いましょう。カリタのウェーブドリッパーですね。よく安定してコーヒーを入れられるドリッパーです。おっちそう、あのペーパーがねウェーブ、こんな風になってるからウェーブって言うんですけど、飛び出るんですよね。こういう場合は先に粉を入れるか、お湯を注いで、リンスをしてね、ドリッパー全体にくっつくようにします。僕個人的にはこうやってリンスする方が好きですね。ちょっとペーパーね寄っちゃいやすいんですけど、そこは整えてあげて、で、ここに粉を入れます。
よし。まあこれなんでかっていうのが、このカリタのウェブペーパー結構紙臭いんですよね。前に動画でやったんですけど、他のペーパーと比べて結構紙の匂いがきついので、しっかり湯通しをしてあげてね、これによって落としてあげます。よし、OK、それではいきます。いい香り。あ、てかめっちゃかっこいい。あ、でやっぱいいね、コーヒーの色がすごい映えるわ。ガラスのサーバーってこれがいいんですよね。ちょっとまだ見えづらいかな。まあ、ここからどんどんドリップしていきます。ドームが収まったら、あーいいね。いや、なんかすごいサーバーが違うだけでこんなにワクワクする。いつもワクワクしてるけどさ。このウェーブドリッパーはね、こうやって泡がどんどん外側に漏れていっても気にせずどんどんいきます。で、この3つ穴でね、安定して出してあげる。よし、そろそろ OK かな。よし、 OK。うん、どう、いいね、おいしそうだね。よし、じゃあいきます。おりゃ、よし、 OK。 はい、というわけでね、出来上がりました。こちら、コーヒーセットでございます。今日はね、ブラジル、いただきます。美味しい。うん。あー、ごめん。あ、このセット本当にいいな。気分が全然違うわ。まあ、コーヒーサーバーの利点ってね、正直言ってしまえば、まあ、コーヒーサーバーである必要はないですよ、決して。まあ、普通に計量カップでも何でもいいし、測れればいいし、まあ、最終もうカップにね、一人分だったら注いでしまえばいいと思うし。コーヒーサーバーっていうものは必ずしも必要なものではないわけですよ。だから僕もあのコーヒーの器具をよく紹介するときに、初めての人とかなら、まあコーヒーサーバーは最後でもいいですよってよく言うんですよ。だけど僕は毎回コーヒーサーバーを買ってしまうし、使ってしまう。まあこれなんでかって、実用的な面で言うと、まずは、まあ、ある程度でもね、大体でもコーヒーを測れるっていうところ、それから、人数分、2、3人分とか入れるときに、取っておけること、注ぎ分けもできるってこと。それからもし一人で飲む場合もこうやって、サーバーウォーマーとかを持っておけばこうやって温めておくこともできるし、あとガラス製であれば特にね、あの熱伝導率もいいし、僕の持ってるガラス製サーバーって、ね、基本的に底が平らだから設置面積しっかりあって、このウォーマーとの相性がいいんですよ。あとはこういったドリップスケールとかドリップスタンドとかいろんなものをこう組み合わせ使いするときにサイズがいろいろあればね、まあ、干渉も避けられるし、あとはまあなんといってもロマンですよ。まあやっぱりこれが一番かな。これを使っているってことがやっぱりコーヒーにいろいろ手間をかけているというか、一回ドリッパーからこのサーバーっていうものに落とすことで、ここからさらにコーヒーカップへ移すっていう作業があるわけですよ。ここでもでもやっぱ楽しいんだよね、コーヒーを注いでるっていう。なんかすごくオタクみたいな変態みたいなこと言ってるけどさ。でもやっぱりリアルを感じるっていうか、やっぱ大事だと思うんですよね。あと中にはまあガラス製もあるけど、基本的には焼き物とかさ、色がついたコーヒーカップが多い中で、ガラスの透けてるね、サーバーを使うことによってコーヒーがこう落ちていく様子をこうじっくり見ていられるのよ。ポタ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 さ、コーヒーって決して真っ黒じゃなくてちょっと赤みがかった抹茶色だったりするし、カフェオイルっていうものが含まれているから、こうポタって落ちた時になんかね、すぐにこう水に溶け込まないで、ちょこちょこね、こうタイミングがいい時にはね、水面の上で玉が踊ったりするのよ。そういうのをね、お湯を注いだ後にこう待ってさ、じっくり見てると楽しいし、まあでもだからといって僕ももう全ての手間がこう楽しいってわけでもないから、ちょっとはしょりたいとこははしょりたいし。まあさっき言ったようにね、取っ手のタイプによっては水が溜まってしまったりとか、そこ洗いにくかったりとか、形によってもいろいろあるし、利便性もね、ある程度追求したいんですよ。ちゅうことで、このね、やっぱガラス一体型取っ手までくっついたやつ、
で口も広くてさ洗いやすい、こういうタイプがやっぱ好きですね。だからこそ均等のあのさっき見せた300のねこう角のやつと丸いやつ好きなんだけど、これもね仲間入りしますね、これ完全にこれはね気に入りましたね。確かに本当に割と最近で 2,3 年くらい前に出て、カフェでねこう使ってたのを見出して、え、何ですかそれ、ちょっとかっこいいんですけどみたいなそろそろ売られるよみたいなことを聞いて、じゃあ買いますって、実はね結構前に買っといたんですよ。でこの新居に来てね新しいこのコーヒー生活を始めるっていうことで、このタイミングであげたいなと思って実は買っといたんですね。いや開けられた楽しみにしてたんですよ。いやこれいいね、買ってよかった。他にもいろいろあるね、コーヒーサーバーの中じゃ割と、まあ高めの価格帯かなとも思うんですけれども、確か2400円くらいだったかな定価が、で Amazon で2000円くらい、まあ、それでもそんだけの価値はあるサーバーかなと思いますんで、もしよろしければぜひぜひこちら気になった方は概要欄からチェックしてみてください。はい、というわけで、今日のカズマックスのコーヒーワールド、新しいサーバーのご紹介でございました。はい、それではまた次回お会いしましょう。じゃあね。いや、いいな、これ。